アスカ旧石石笛戸、アスカ清見原の宮は7世紀後半の天皇である天武天皇と地頭天皇の二代が営んだ宮奈良県アスカ村アスカに伝承地があるが近年の発掘成果により同村丘の伝アスカ板吹宮跡にあったと考えられるようになっている日本初期天武天皇元年税祭の城に救出を岡本宮の南にへいる即冬に 千里定します。ゼオ、アスカ・清見原のラというとある。また、主張元年7月20日の上に、元を改めて主張元年と言わく府直りて、宮を名付けて、アスカ・清見原のラと言わく府とある。これを信じれば、アスカ・清見原のラという宮号は、主張元年に名付けられたことになり、672年冬から686年7月までは、 この宮の名がなかったことになる。アスカの諸宮の名は、豊浦宮、商根殿宮、アスカ岡本宮、五アスカ岡本宮などでわかるように地名をつけている。異なるのが、アスカ清見原の宮である。清見原のは一種の家号であり、主長年号と共に、不祥を払い天皇の病気兵用を願ったものであるという。大化前代の宮は、多く、アスカ地方の中で天皇の代ごとに移っていた。 しかし、大化の時に、高徳天皇は、南馬に、ながらか、三崎宮を作り、天智天皇は、大見大津宮に移った。672年の人心の乱に勝利した、大天王子が、天智天皇、公文天皇の都であった、大見国の大見大津宮からあすかに戸を戻すべく、この宮を造営した。翌673年に、大天がこの宮で、 天武天皇として即位して、以降、天武天皇とその夫人で次の天皇となった、児童天皇が、20年以上にわたってこの宮で、律令国家の基礎を築く事業を進めたとされる。694年に、藤原宮に遷都され、廃止された。日本最初の律令である、飛鳥カ清美原の例もここで編纂された。7世紀に編纂された、日本初期から、 内康や殿どなど様々な名前を持った電車が、アスカ・キヨミハに存在したことが判明している。2004年、アスカ・ケの発掘を進めていた、奈良県立柏原考古学研究所は、大型の高床式建物跡を発見し、アスカ・キヨミハの正殿であったと判断した。旧域は、南北800メートル、東西500メートルくらいの範囲に収まる。ありがとうございます。